中年オタッキーです。このとこでずっと写真を撮る時間がなくてですね、ネタがつきかけてたんですよね。で、普通のカメラだったら36枚撮らないと撮りきれないところを、枚数撮れないカメラで撮ったらすぐ撮り上がるかなということで、今回はね、二眼レフカメラで撮ってきました。はい、これね、リコーフレックスモデル、これ6になるんですね。これバージョン違いでいろいろなカメラがあるみたいなんですが、どんなカメラだったのかということで、今回はやっていこうと思います。リコーフレックスシリーズね、細かい仕様変更でね、ほぼ同じカメラなんですけどね、そんな感じでやっていこうと思います。それでは動画スタート。今回紹介するこのリコーフレックスモデル6なんですけどね、当時の廉価版、普及用の二眼レフカメラという立ち位置でね、非常にヒットしたカメラになります。今回のね、リコーフレックスモデル6はね、いつも、名前が挙がっておりますシオンさんから提供いただいたカメラになります。で、このカメラなんですけども、発売されたのが1953年2月ということで、レンズはね、リコーアナスティグマット 80mmF3.5 3群3枚構成、ビューレンズもテイクレンズも同じようなレンズのようですね。3群3枚構成ということで、トリプレットのコピーになると思いますね。で、シャッターはリケンシャッター、純正メーカー純正シャッターで、2枚バネ、シャッタースピードがバルブ25分の1、50分の1、100分の1と3種類で、最速がたったの100分の1なんです。でこれね、400のフィルムで撮るのはちょっとしんどいですね。この当時ね、高感度フィルムでも多分ね、ISO 50ぐらいだったと思うんで、このぐらいのシャッタースピードで大丈夫だったんでしょうけどね。裏蓋ロックとかね、いろんなとこが改善されたみたいなんですけど、基本構造はね、リコーフレックスシリーズ、他のシリーズとね、大差ないみたいです。で、昭和28年に発売されたということですね。リコーフレックスのタイプ、4とかね、3とかはね、この底にね、エイドイン・オキュパイド・ジャパンって言ってね、占領下の日本で製造されたよというマークが、ついていたみたいなんですが、もうこれはね、メイドインジャパンになってますね。で、リコーフレックス3とか4とか、ここがダイキャスト製だったみたいですけど、このね、6はもうすでにこう樹脂製に変わっておりますね。結構ね、このぐらいの時期からもう普通にプラスチックの使われているというね。で、フィルム装填とかがね、非常にややこしいことになってます。これね、普通はね、この下にね、フィルムをセットして、こう上に引っ張って、こう巻き取るんですけど、これもうどう見ても入らないですよ。どう見ても入らないわけなんですよ。で、どうやって入れるのって最初思ったんですけど、これ中をね、外すんですね。よっ。この中外してね、で、この下のところにフィルムをセットして、もうこれもね、ほんとね、これ適当な構造なんですけどね、これフィルムをセットして、ここに引っ張り出してから、よ、この本体にセットするんですね。で、この回転するつまみをよいしょ、引っ張り上げながら押し込んで、で、スプールを溝に、はめて、はまんないんだな、これが、なかなか。はまれよ。よし、はまった。で、フィルムをかませて、巻いてから、蓋を閉めると。そんな感じになっていくわけなんですね。結構ね、他の二眼レフカメラとね、この中身を外すっていうのが初めてで、ちょっとカルチャーショックを受けました。びっくりしましたね。で、この、赤窓ね。赤窓からフィルムカウンターをこう、見て、位置が来たら撮影開始ということですね。で、シャッター、リケンシャッターということなんですけども、リコーフレックス3まではね、チャージボタンとシャッターボタンが別々だったみたいなんですが、4からね、以降はこれ一つになります。で、このシャッターレバーを上に上げてチャージ。で、下に下げたら切れる。上に、ほんとね、上に
ちょこっとしか上がらないんですけどね。で、こんな感じで音は非常に静かになりますね。で、ピントリングはね、これ前玉回転式ということで、本当にこの辺がね、廉価版だなっていうのがわかりますね。普通ね、二眼レフカメラって言ったら、このね、レンズボードのところにヘリコデがついてて、全身更新するんですけども、そういう構造にするとね、光線漏れだとか、いろいろ対策が必要になってくるんですけど、これはもうね、前玉回転式なんでね、普通に、必要ないので、まあ、構造としても簡単なんですが、分解清掃したら必ずピント調整をしなければならないという弱点も合わせ持ってます。この辺はちょっと注意が必要ですね。時代が古いカメラになりますから、レンズのメンテナンスがまあ必要になってくるものと思うので、まあ、ここはね、レンズが汚れてないものを選ぶしかないんですけど、分解したらとにかくめんどくさいです。で、ファインダーなんですけど、これね、普通ね、ファインダーのこの蓋の方にね、ルーペがついてるんですけど、これは後ろの板についてるんですね。だからね、途中まで開けたらね、この後ろの板を引っ張り起こさなければいけません。で、そしたらルーペが出てきまして、で、ピント合わせするときはこのルーペを使うと。ファインダーはね、決して明るくないです。やっぱね、ミノルタフレックスとかをね、使い慣れてる人間からすれば、決して明るくないですが、まあ、悪くもない。良くも悪くもないぐらいのレベルのファインダーだと思いますね。まあ、明るくはないです。まあ、これはもうしょうがないんですがね、高級機に比べるとやや落ちます。一応、写真を撮ってきたんですが、案の定ね、これ赤窓式ということで、多重録音防止機構はないんで、多重録音何枚かやっちゃって、9枚しか撮れてないです。あんまりね、光もなかったんでね、いい写真にはなってないですが、とりあえずこいつの写りぐらいは、まあわかるかなっていうね、作例がまあ撮れましたんで、ここからは作例になってまいります。はい、作例なんですけどもね、ちょっとこれスクエアフォーマットなんですけども、アプリがどうしても16対9に、やっちゃってしまって、勝手にやってしまって、この普通のスクエアフォーマットできなかったんですが、ご覧のようにね、もう解像度は十分です。今回使用したフィルムはね、フォマパン100になりますが、まあさすが中盤カメラということもあって解像度はもう抜群。レンズは何の問題もないですね。ただね、シャッタースピードが遅いので、どうしても絞り込まれているので、背景ボケを活かしたような写真は今回撮れてないです。でね、遠景もやっぱピント合わせがちょっと難しくてピントが合ってない写真も、あることはありますね。まあ、写りは十分満足なんですが、このように強い光には見事にフレアが広がってしまうレンズです。まあ、これは古いレンズだから、まあ仕方ないですけどね。まあ、中盤カメラということもあって、ご覧のように、ピントが合えばしっかり解像度は出ます。はい、このカメラなんですけどね、今回紹介したリコーフレックス、モデル6なんですけども、別にね、モデル3でも4でも5でも6でも7でもね、別にあんまり大差ないと思います。まあ3はではそのチャージボタンが別になるということぐらいですかね。新しければ新しいほどいいかっていうと別にそういうことでもない。まあこまめにメンテナンスがね、されていたものが当たればいいと思いますね。で、相場なんですけど、さっきちょろっとヤフオク見たら、まあ500円からあるみたいなんですね。まあ状態はね、古いものが多い、まあ古いカメラになりますから、あまりいい状態のものはないみたいですが、まあ動けばメッケモンって感じですかね。基本的にはまあメンテナンスにして、使うというカメラになるでしょうが、このカメラをね、お金をかけてメンテナンスするのはどうかと思うので、セルフメンテナンスの練習とかにしてもいいかもしれないですね。映りはしっかり映るのでね、ちゃんと動くようであればね、何かしらのフィルムで試していただけたらと思います。この当時のカメラなんでね、コーティングは、されてないはずなので、うん、一応ね、何らかのコーティングされてるように見えなくもないですが、うっすらなんかコーティングされてる。まあ、カラーはあんまり良くないとは思います。素朴な色が出るかもしれないですけどね。まあ、三枚玉ということで、バブルボケが楽しめる可能性もあるので、まあ、夜景とかでね、長時間録音、まあ、バルブしかできないですけど、バブルボケを、狙うのも、ま、悪くはないと思います。トリプレットは確か、バブルボケが出るんじゃなかったかなと思いますけどね。で、そういう、まあ、そのぐらいしかね、利用価値は、まあ、見出せ
せないですが、安いということもあってね、適当に買って適当に撮って、まあ二眼レフカメラを体験するというのもまあいいですし、インテリアとしてもまあ悪くはないんじゃないかなと思いますね。このカメラね、確か稲垣吾郎さんがね、プロモーションビデオでね、リコーフレックスを持って、写真を撮ってるっていうね、歌のね、プロモーションビデオでね、使ってるカメラでもあります。稲垣吾郎さんがリコーフレックスってなんだよって思いながら見たことはありますがね、彼だったらローライとかじゃないのっていう話なんですけど、まあ撮影コーナーから適当に撮って、わっぽいってスタッフが渡したカメラだったんでしょうけどね。まあそういうわけでね、リコーフレックス、モデル6の紹介でした。まあモデル6を今回紹介しましたが、別にモデルはいくつでも、いいんじゃないかなと思います。ちゃんと動きさえすればね。で、光漏れとかがね、簡単に起こる、こう可能性がありますので、この裏蓋のとこね、今回はね、シオンさんからいただいた時点でも毛糸が貼ってありましたので何もしませんでしたが、ここはね、必ずね、何らかの対策をした方がいいと思います。毛糸、ちょっと、やや細めの毛糸ぐらいをね、接着剤でひっつけたらね、問題ないと思います。基本的にこの蓋のね、光線漏れ対策は、モルトみたいな高いものを使わなくても全然毛糸で十分だと思います。結構、毛糸を使ってね、遮光対策する人はね、多いと思うんでね、ぜひ参考にしていただければと思います。まあ、二眼レフカメラね、撮影が非常に楽しくなります。フィルムの種類はね、だいぶ減ってきてしまいましたが、非常に楽しく写真撮れるので、まあ、ほんで、古いカメラでありながらね、解像度も高いですし、まあ、そういうわけでね、一度チャレンジしてみてはどうかなと思いましたね。はい、今日のね、動画はこんな感じで、ここからは作品投稿のコーナーになってまいります。作品投稿のコーナー、今日は柿の木さんがトップバッターですね。中年オタッキーさん、こんにちは。いつも楽しく動画を拝見しています。式を挙げた2人と寄り添う同性の2人、夕暮れの桟橋で見かけた2組のそれぞれの時間をハーフカメラで止めました。タイトル、それぞれの2人、カメラペン D2 フィルムローライレトロ 400S ということで、作品なんですけどね、これ右側がね、花嫁と新郎で、左側が友達です。これ、左側の方はね、もう思いっきりね、太陽のゴーストが出ていて、面白いゴーストが出ております。これもしかしたらカラーだったら虹色になったかもしれないですね。でローライレトロ 400S っていうことなんですが、まあ、流浄感ほどほどに抑えられて、ローライレトロ 400S の優秀性が、まあ、垣間見えますね。現像の調子も良かったのかもしれませんが、なかなかいい写りになっておりますね。柿の木さん、ありがとうございます。次は、ファーストインパクト、ペプさんの、投稿ですね。中年オタキー様、こんにちは。ファーストインパクト、ペプです。作品投稿させていただきます。1枚目、カレーパンの袋を持つ人。富士フィルムクラッセ、コダックカラープラス200。被写体は自分ですということですね。自家現像ですが、現像液が少し古いです。最近出かけるときにカメラ2台持って行って、1台を相手に渡して一緒に写真を撮ったりしています。フィルムの消費スピードも2倍。それと乾燥の仕方が悪かったよりゴミだらけになってしまいました。水洗後に水分を拭く取るとき、何で拭くのが最適なんでしょうか。自分はキッチンペーパーで拭いています。僕も同じです。2枚目、お気に入り、ニコン F100 AF ニッコール 35F2 35mmF2、富士フィルムプロビア100、これも自分です。お気に入りの F100 プラスプロビアで、今年のジャケットの お気に入りを探しに来た時の写真です。お店の鏡で自撮りです。富士フィルムはフィルムをやめると話されていましたが、リバーサルを残してほしいです。ほんとそうなんですよね。1枚目は友人に撮ってもらったということなんでね、写真なんですけどもね、1枚目がね、これ、カラープラス200で撮って、かなりね、これ、色が、その偏って、てますね。これ自家現像ということですんで、現像の調子かな、かなりね、マゼンダがかった色になっております。で、2枚目の方はね、リバーサルということなんですが、これ蛍光透過ということで、だいぶ色温度が変わってますね。色温度がこれ、上がってる方向になるの
かな、うん、あのリバーサルで蛍光透過とか、特殊な、光線状態で撮る場合フィルターが必要になってくるんですけども、これは多分フィルター、見た感じでは入ってないように映ってますね。リバーサルはね、まあ、デジタルカメラでいうところのホワイトバランスがない状態なんですね。だからあのその現場の色をそのままに撮ってしまうので、蛍光透過とか白熱透過とかね、そういうところで自然光でないところでは、フィルムあのフィルターによる、補正が必要ですし、通常のねあの屋外でも曇りの日とかだったらフィルターが必要になったりします。まあそのままの色で撮ってね、それを遊ぶのもまあ面白いんですけどね。そんなわけで、ファーストインパクトベブさん投稿ありがとうございます。ゴミなんですけど、キッチンペーパーで問題ないと思います。キッチンペーパーで問題ないんですが、問題はね、干してる環境です。結構ね、部屋の中ってね、綺麗にしてても埃が舞ってるんですよ。そんなわけでね、一番のおすすめはお風呂場ですね。お風呂場はね、埃が一番少ない場所だと思うので、お風呂場で窓を閉め切って換気扇だけ回して使うか、そういうパターンになりますかね。ある程度乾いたらドライヤーで乾かすとか、あんまり熱くしちゃダメですけど、まあそんな感じになってくると思います。僕は普通の部屋で、干して大体平気なんだけど、たまにゴミついてますね。ファーストインパクトベクさんありがとうございます。次はね、あきじゅんさんの投稿です。おたきさんこんばんは。写真2枚投稿します。カメラキャノン F1N。レンズ 100mmSSC。コダックゴールド200。1枚目、這いつくばって狙ったボケ。2枚目、目が回るよ。おたきさんのおかげさまで写真撮影がとても楽しいです。カメラも増えてしまいました。これから青森は雪なので、今しかね、雪景色には、挑戦したいですということでね、作品なんですけどね、これね、100の SSC でここまでね、面白いボケになるんですね。これかなりね、周辺、被写回収のが浅い状況になって 100mm なんでね、やはりね。で、2枚目が特にそうなんですが、もう2枚目は完全にぐるぐるボケの調子に近いものになっておりますね。100SSC でもこんな感じで出るんですね。僕はね、実はね、FD の 100mm は持ってないんですよ。100mm 結構ね、人気があって高いんで、135mm か 50mm っていう感じになってしまうんですね。まあ、135mm いいことはいいんですけど、 135mmSC3.5SC でね、結構ね中望遠で撮ることが多くなっていますね。色はね、秋人さん、これ天気が良くなかったということでやや色温度がね上がってしまっておりますが、まあこれはしょうがないかな。コダックゴールド200で撮っておられますが、ややねちょっと冷たい感じの色に映ってしまっておりますかね。はい、秋人さんありがとうございます。次はね、ふわふわもちもちさんの投稿ですね。ねえ、おたきさんこんにちは。ドキドキしながら2回目の投稿です。紅葉を撮りたかったのですが、休日は雨や曇りばかり、光がなくてもいい写真にならないか考えながら撮ってみました。ニコンの D60 とオリンパス3号系の2台でお出かけして、フィルムの方も同じ露出で撮ったつもりだったんですが、うまくいきませんでした。タイトルは曇り時々雨、緑時々赤です。カメラニコン D60 AS-1855。ということですね。1枚目が、かなりね、やっぱ天気が良くないということで、これ狙ったのはね、あの水面に、まあ映ったところなんでしょうけど、もうちょっと長いレンズが欲しかったかな。で、2枚目なんですけど、2枚目はね、まあ天気が悪いなりにいい雰囲気で撮られております。これね、どうしてもね、赤が沈んでしまうので、まあ光がないのはもうどうしようもないんですが、まあこれ天気には勝てないということで、ね、まあまあしょうがないところではありますね。ふわふわもちもちさんありがとうございます。はい、次はね、てか最後になりますが、石井誠さんの投稿になりますね。おたきさんこんにちは。作品投稿のコーナーに投稿します。タイトルはカメラの内側。先日のオフ会で見れたバイクチャンネルの収録しているおたきさんの様子です。普段収録中のおたきさんを見ることはなかなかできないため、大変貴重な瞬間だと思い投稿させていただきます。機材はニコン F2 フォーマパン100、自家現像です。おたきさんのビデオカメラにシャッター音が入らないかヒヤヒヤしながら撮りましたということで、作品なんですが、これね、
まあ貴重なね、私が写ってる写真なんで、私が写ってる写真実はね持ってな、ほとんど持ってないんですよね。まああの今ビデオをねたくさん撮って、動画をたくさん撮ってるんで、動画から切り出せばいいだけの話になってるんですけど、この動画を始める前は本当にね自分が写ってる姿っていうのをねあんまり見たことがなかったんですが、まあこれね、あのもうちょっと露出をね、開けたかったところになりますが、そしたら他の被写体が全部飛んでしまうので、これ仕方ないといえば仕方ないのかな、僕はシャドウになってしまっておりますね。まあ貴重というか僕のスチール写真ね、実は今回他の方もいろいろ送ってくださってね、自分の写真が久しぶりにできたということで、実はちょっとこっそり喜んでおります。はい、今日のね作品投稿のコーナーはここまで、ここからは俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日ギブソンさんの俺のカメラですね。今回のねギブソンさんの投稿ちょっとね見逃してしまってまして、ちょっと遅れております。本当に申し訳ありませんでした。お疲れ様です。今日は俺のカメラに投稿させていただきます。愛用のオリンパス10 FT です。この FT は針側をネイビーブルーリザードに交換、露出系を取り外しハーフミラーを全反射ミラーに交換してあるので、ファインダー明るくて使いやすいです。UV 仕様ですということですね。慣れると間露出でもなんとかなりますね。レンズはあまり見かけない広角の 25mmF4 ですが、パンフォーカスでのスナップにはコンパクトでとても良いレンズです。写真は近くの公園に奥さんと散歩に行った時に落ち葉と一緒に撮影しました。よろしくお願いしますということでね、作品なんですけども、これは狙い通りですね。タイトル画面にさせていただきましょうか。これレンズがね25mm の F4 ということで、このレンズなかなかの、ね、値段になっておりますね。羨ましいと思います。画角的にはね 37.5mm ということで、スナップ写真を撮るにはね最適の長さになると思いますね。それにしてもね、ミラーを、普通のミラーに変更してファインダーを明るくするという手法はなかなかいいと思いますね。実はねオリンパス10 FT結構ファインダー暗いんですよ。で、F4 ぐらいのレンズになると結構しんどいと思うので、これ大正解だと思いますね。はい、投稿ありがとうございました、ギブソンさん。やったやっちまったコーナーはね、投稿がないためお休みになります。多分ないよな。もうね、DM がちょっとぐちゃぐちゃになってて自信がないんですけど、多分ないと思います。そんなわけでね、今日の動画はここまでになってまいります。結構ね、バタバタしておったんですが、今週はね結構写真撮れたんで、来週はおそらくね、スコープドック撮影会の現像ができるのと、あとはあのオリンパス35の写真も撮り上がったんで、まあそちらを紹介していくことになると思います。まあ試写がね進んでないっていうかね、せっかくフィルムね取り寄せたのにね、まだねフィルムをパトローネに詰める暇がなかったりと、いろいろバタバタしてるオタッキーではありますね。バイクチャンネルの動画もねなかなか撮る暇なくて、苦戦しておりますがね、もうちょっとね仕事が落ち着いてくれればいいんですけどね。てかね、バイクチャンネルの方はもう冬になっちゃいますね。どうしようかなと思ってます。はい、そんなわけで今日のね動画は終わりになっていきます。いかがだったでしょうか。まあ、古いね、二眼レフカメラ、二眼レフカメラ結構ね撮ってて楽しいです。でフィルムのね、修理が非常に少なくなっておりますが、まだね入手できないことはないのでね、楽しめるうちに楽しめたらと思います。でローライとかね、そういうね海外のモデルでない限りそんなに高くないです。高級機のミノルタフレックスとかでもね、ミノルタフレックスシリーズだったら5000円ぐらいで手に入りますし、まあオートコードとかねそういうのになってくるとちょっと高くなりますけどね、ほどほどのモデルだったらねそんなに高くないのでね、ぜひぜひ挑戦してみていただきたいですね。で特にね当時のねレンズは、3枚玉のトリプレットコピーかテッサーコピーになっていくんで、まあ、写りが非常に素直でね楽しめるんですね。非常に抜けのいい写真が撮りやすくなっています。フォーマットが大きいこともあってね、非常にいい写真が撮りやすいので、ぜひ挑戦してほしいところですね。
はい、今日の動画はこんな感じになります。高評価コメントの方どしどしお願いします。コメント結構頑張って追いついておりますが、なかなか全部埋めることはできないですね。で、高評価はねポチッと押すだけなのでぜひお願いします。で、チャンネル登録の方ねちょっと失速しております。まだチャンネル登録してない方はねぜひぜひチャンネル登録してお待ちください。あと動画のシェアとかもねぜひよろしくお願いします。ご協力お願いします。はい、そんな感じです。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう、さようなら。